イタリア、ローマのバック売り、アフガニスタン、カーブルの焼肉売り露天商とは、露天で店舗を持たず商売をするもの。露天商とも表記し、町商とも言う。日本では以下のものが露天商と言われる。古くは、市や縁日などで自節の縁起物を売っていた、レンのハーキナや、その目抜き通りで、 大道芸などを行っていた手品師、大三上楽とも言われる曲芸師や曲読学師などが現在の敵屋の源流とも言われる。江戸時代に生活困窮者の救済を目的とした棒手売りなどの物売り、または江戸時代から盛んになった飲食を中心とした屋台などが起源と言われている。現在でも観光地などでのアイスクリーム売りやパンの移動販売、 郊外から都心へ通う行商人公園付近で、定地で営業するおでんの屋台、祭りや縁日の適夜行などは、地方、都心に限らず健在な地域も多い。新たな露天商としては、商店街や外食産業のないビジネス街などで、改造した車両を用いて、屋台形式で商売する者も,もいる。また自治体などで主催する日曜マーケットや、 フリーマーケットと呼ばれる飲みの市のような場所でベンチャービジネスや趣味と実益を兼ねた一般人が露天商を営む者も,も多い。アカデミア橋に近い広場などに開かれるアフリカ系やアジア系の商人らによる露天商が有名である。パリのクリニャンクールには約3000件の露天商が立ち並び、パリで最大規模の飲みの市となっている。ミャンマーでは ヤンゴンのチャイナタウンの露天商が有名であり、夕方には歩道の両側が埋め尽くされるほどの露天商が立ち並ぶ。ジャカルタのジャティバルラヤ通りには40軒を超す露天商がいるが、撤去作業が行われた場所で営業する違法な露天商もある。主として飲食物や大道芸以外の露天商を記載する。飲食物の露天商は屋台を参照。大道芸の露天商は、 大道芸を参照。ガソリンを小売りする露天 JTB、ルルブイタリア1710ページ JTB、ルルブパリ1623ページ JTB、ルルブミャンマー44ページインドネシア、露天賞は賞根たくましくサンキビーズ。2021年9月16日、閲覧。ありがとうございます。